こんばんは。こんばんは。よかばんです。よかばんです。今夜の晩飯ですけども、はい、もう春ど真ん中ということで。いいじゃないですか。今回は中華でございます、石井さん。花の真ん中と書くじゃないですか、中華ね。中華です。トンチが効いてるね。宮崎で中華といえばこちらです、はいはい、うん、東天閣さんに今日はやってまいりました。いいですね。初めてですか、伊勢さん。初めてです。もういつか来たいと思ってたんですよ。あ、本格中華ね、はい、いいじゃないですか。もうやっぱり横浜出身ですから、はい、中華にはうるさいですよね。うるさいですよ。何こうちょっとそういうハードル上げ気味のそういうこと言うの。今日はそんな伊勢さんに、うん、あの前回やったのピアノで味を伝えるっていうやつあったじゃないですか。今日はやってない、やってない。そんなことやったことない。それにも挑戦してもらいます。頑張りましょう、伊地さん。わかりました。さあ、それでは、この東天閣、はい、早速行ってみましょう。行きましょう、行きましょう。今回のよかばんは晩飯からスタート。アルケミストの2人が訪れたのは創業から60年、本場の中国人シェフが生み出す本格中華が人気の老舗中華レストラン、ご存知東天閣。今日はどんな料理楽しめるんですか。はい、春ということでですね、はい、当店の一番を集めたお料理をご用意させていただいております。春一番吹きられる。ここで吹きられるわけ。いや、もうとっても楽しみですけども、うん、いいね。伊地さん、忘れてませんか。何が。何も忘れてない。キーボードちょっと見てごらんなさい。何も見ない。これね、首が回らなくなっちゃうんだよ。なんか今日はもう中華食べに来たんだ。違うね、伊地さんに難しいこと言うんじゃないよ。伊地さんに朗報があります。朗報があります。なんと、うん、林さん含め、うんうん、東天閣の皆さん、伊地さんのピアノを楽しみにしてらっしゃいます。パチパチパチじゃないんですよ。そんなイジリーに食べてもらいたい最初の一番は、いい、何何、うわ、春。牛肉の四川風煮込みとエビのマヨネーズソース。こんなエビマヨ初めて見た。僕これですか。ちょっと食べていいんですか。これ、分かってます。2種類来てるってことは、うん、それぞれ引き分けるってことですかね。それの後出しで言わないでくれ。これごとに、うん、いや、それはそれはあのメドレーで。メドレーで。ね、それはそうでしょう。それはそうでしょうね。勝手なこと言ってますよね。メドレー、それはそうですよ。メドレーなのね。それはそう。中華メドレー。そう、それはそうですよ。聞いたことないんだよな。まずは、うん、エビから、うん、エビちゃんからいきましょう。じゃあ、はい、東天閣一番のおすすめエビマヨ。あら、いいの。うまい、これうまい。おいしいね。おいしい。これはすごいプリプリですね。はい、もう当店一番おすすめのメニューです、はい、そのプリプリの前にさ、うん、柵が来るじゃない。柵来た。柵来てのプリの、うん、でこの滑らかなソース、うん、あのマヨネーズソースにあのリキュールっていうかあのスピリッツのジンっていうお酒あるじゃないですか。 あれをちょっと隠し味に入れることによってマヨネーズの味をキュッと引き締めて用意してます。サクサクからの滑らか、あ、頭の中でプリプリからの滑らか、あ、なってる今、なってる、なってる。なってないやつじゃんそれ。続いて刺激がたまらない牛肉の四川風煮込みは、うん、いいよ、うん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 、来るでしょ。四川がやってくる。四川がやってきました、口の中に。当店で一番辛いです、うん、あ、結構僕今肉についてた唐辛子をちょっと落として食べたんですけど、はい、それでもガツンとくる、うん、でもあの闇雲に辛すぎるというわけではなくて、うん、本当に味があって辛くてっていう
そのちょうどいいバランスですよね。そうですね、辛さをしっかり引き立たせることによって、うん、牛肉だったりそのキャベツの甘みを感じていただけるお料理だと思います。すごい香りがさ、うん、やっぱいいじゃないですか。あの山椒のね、はい、ホアジャオのあれですよね。よ横浜出身の本当に肉がさ、うんうん、おーっとついてくるっていうかさ、うん、肉の旨味がさ、おー俺も行くぜっていう感じ。これちょっとこの2品のバランスもまたいいね。あ、確かに確かに。ちょっとこう、うんうん、まろやかなエビプリプリと、うん、これ牛のガツンとくるでこう辛みと香りがあって、うん、いいですね。だからいいメドレーにできるよね。その優しいからの辛いっていうさ、うん、そのやっぱりハードめの思い出さすね。いいメドレーできると思うな。思い出さすね、その話を。わ、うんうん、分かりました。それではいじりけいたで春の中華のメドレーです。どうでしたか？この料理を食べてこんな素敵な演奏を聴かせていただけるとは思いませんでした。ありがとうございます。やっぱりあの最後のドーンっていうのは後から来る辛みですか？あ、ほらやっぱり長いんですよ、2人、はい、あと肉の食感ね。あ、食感ガツンとくるやつね、うん、ガツンとくる。はあ。噛めば噛むほど美味しさ出てくるから。それは別に言わなくて弾けばいいんじゃないの？だから弾いてもらう。いいだな。そうです、そうです、すいません、ありがとうございました。次に出てきたのは当店格を代表するこちら。当店の一番歴史のあるメニューと、はい、一番新しいメニューをご用意しております。はい、まず、こちらですね、当店一番歴史のあるメニューの酢豚。はあ、酢豚好きだよ。いいよね、はい、と、こちらが黒酢の酢豚ですね、うん、はい、あとこちらが宮崎県産のたまたまを入れた黒酢の酢豚になってます。金柑の、はい、はあ、金柑のですか、はい、結構あの東京とか福岡の方では、うん、あの流行りの手法というか、うん、中にフルーツを巻いて豚バラで巻いてカリッと揚げたものに、ね、うまっ絡める。これは肉のカットの仕方も違うじゃないですか。そ、味に合わせてその豚の部位も変えてご用意してます。なるほど、部位が違う、はい、へえ、はい、これは引きがいあるだろうな。ピアノで表現しがいがありますね。あれ、それまだ続いてんだっけ？その話続いてます。あ、続いてるのか。続いてます。そうか。じゃあこのいわゆるオーソドックスな酢豚からいただきます。はい、うん、これも間違いないよね。あ、間違いないね。もう酢豚、酢豚、ザ酢豚、みんなが大好き、もう酢豚美味しい。そして次が黒酢いくか、うん、黒酢、黒酢がうちのオリジナルの黒酢で、はい、あの黒酢と香酢、香りのせて香酢をオリジナルの配合でブレンドした、はい、はあ、黒酢ソース、ね、酢の美味しさってありますね、うん、全然こう酸っぱいっていうんじゃなくてすごいなんかね深いところから豚の美味しさをね一緒にこう持ってくる感じの、はあ、美味しいなこの黒酢。さあそしてこの金柑たまたまの酢豚って初めて食べるね。うん、うん、いやこんな酢豚食ったことないよ。ほんと美味しい。へー、あのね言われてみりゃ金柑、うん、声でかくなっちゃった。すいません、これ、いやそれ金柑なんだけど、たまたまなんだけど、うん、そうかこれ酢豚の中に入るとこんな風になるんだっていう。いや美味しい、もう食べて食べて、うーん、ねね、ね、こんげのめつ初めて食った。こんげのめつ、ね、爽やかですね。そうで、ちゃんと果物しすぎてなくてお酒もご飯も進む感じ。これはじゃああんまり他では食べられない味ですよね。そうですね、うん、なかなか見られないと思いたいです。うん、見たいです。それでは
当天閣の酢豚お聞きください。酢豚でしたね。あ、酢豚すいや、僕は今の最後のチュロンが金柑たまたま感が出てるなっていう。ありがとうございます。感動しちゃったから、はい、ちょっとシェフ呼んでもらおうか。そうマジでそれやっちゃうの、はい、俺なんか大体ね、うん、飯食い行くと。そうかっこいい。シェフいるっつって、シェフっつってね。マジですか。呼んじゃうタイプだから。よくあるやつですよね。うん、そうそうそう。うわぁ、そんなことしたことないですよ。したことないよね、そして。あ、すいません。シェフです。あ、シェフです。ありがとうございます。お忙しいとこ、すいません。とんでもないです。ありがとうございます。はい、私、ちょっとこういうもの食べたいんですよっていうピアノ弾きますんで、はいはいはい、シェフにそれ組んでいただいて、はい、ちょっとそういった料理作っていただくみたいな。そういう流れいかがでしょうかね。逆のパターンですか。わかりました。話が早いんだ。素晴らしい。まあ、最終的に締めに麺行きたいなと。なるほど。麺類行きたいじゃないですか。わかる。なのでちょっと麺類の中からちょっと私の思いをちょっと乗せますので。麺類のピアノ。さあそれでは。今、いじりが食べたい麺はこれだ。いやー、わからん。わからん。どうですか、料理長。すごい、なんかこう、燃え上がるような音楽であって、料理長何のやつかなと思います。ちょっと通じ合ってるじゃないですか。嬉しい。果たしてあの曲でどんな麺が登場するのか。料理長が感じたイメージがこちら。はい、お待たせいたしました、はい、サンラータンタン麺。サンラータンタン麺、来ました。イジリーの答えは、あー惜しい。担々麺みたいな。なるほど。いやでもね、自分の思いを上回ってきてくれました。あこっちだった。今食べたいのは聞いた時に、うん、こう燃え上がるようなって言ってくれたでしょ。受け取ってくれたな。嬉しかった。ありがとうございます。うおーおー、この熱い。そうですね。これだった。これでした。あの、すみません。すみません。うん、もしよかったら、あのマスクして感想を聞かせてもらっていいですか。え、ミジが。この料理はどんな？辛くて酸っぱいスープに入った麺。はい、けど、はい、あの細切りにした具材がたくさん、椎茸、タケノコ、ニラ、豚肉、あと豆腐です。切り揃えてますので、その麺との食感と の, そのアクセントというか、それを非常に楽しんでいただける料理だと思います。めちゃくちゃ美味しいです。ありがとうございます。林さん、はい、今後どんな思いでお店続けていかれたいですか。はい、そうですね、やはり、コロナ禍がもう丸々2年続いて、やはり皆さん元気がなくなってきていると思いますので、中華料理を通してですね、少しでも皆さんに、元気を与えられるようなですね、お店でありたいと思ってますので、今後ともよろしくお願いいたします。間違いなく一人は元気になります。あ、よかったです。ありがとうございます。